富山市内ではハンコを使ったユニークな絵の作品展が開かれていますこの作品展を訪れた人は虫眼鏡を使って作品をじっと見ています実はこちらの作品、ハンコを点描のように無数に押すことで一枚の絵を表現したスーパーハンコアートです東京在住の安藤和幸さんが2009年に創案したもので 会場には九十点ほどの作品が展示されています。いろんなもう細かく見るとね、こう別の意味が出てきたりとかして。面白かったです。絵と言葉の組み合わせを楽しむ作品が多くあり。絶望の契約と名付けられた作品は。七十二枚の婚姻届の紙を画材にしていて。絶望が八万個以上をされた中で。 瞳には希望が押されています。意味深でしたね。え <laughs> え、ね、そういうことしておきます。<laughs> 富山のビュースポットである。天原市海岸をモチーフにした作品は。富山弁で魚の新鮮さを意味するキトキトで表現されています。来場者は遠くで見たり近くで見たり。 思い思いの見方で楽しんでいました。展覧会は富山市内で来月2日まで開かれています。